日本和歌山県新宮市熊野川町、島津熊野川町島津は和歌山県新宮市の地名。面積は約3.5平方キロメートル。2012年現在の総人口は14人。旧東室郡熊野川町大和島津。郵便番号は647-1232。和歌山県の飛び地で田辺市元宮町と北山村の間に位置している。三重県及び 奈良県に囲まれた和歌山県の飛び地となっている。隣接している自治体は三重県及び奈良県で和歌山県には隣接していない。東の北山川対岸には三重県熊野市木和町のイルカ市街地がある。新宮市の文化財である島津の森がある。旧玉木口村の東南にあり、旧玉木口村地域との間に三重県南室郡木和町が深く入り込んでいる。 江戸時代には、北山川流域の二を小川口まで出して、船に積み、新宮に送っていた。明治四年の府県区画整理で北山村を県境としたため、川の左岸の小川口は三重県となり、岸の小石川根が和歌山県になった。1956年9月30日に、東室群玉木口村は、合併により熊野川町となり玉木口村をあざ、島津は、 熊野川町大和自松へ。2005年10月1日に熊野川町は新宮市と合併し、新宮市熊野川町島津となって現在に至っている。ありがとうございます。